ズームの招待状についてお話します。スケジュールを立てるときに、パスワードを入れる。その方が、セキュリティ上いいということを皆さんにお話ししていますが、URL でつなぐとパスワードを求められない。ところが、ミーティング ID で入るとパスワードがいる。ということについて。ミーティングに参加する、ここですね。https で始まる、ここ。ここに pwd と入っています。これは、この URL にもうパスワードが組み込まれています。ですから、こちらをクリックした場合は、URL をクリックした場合は、パスワードの入力がいりません。で、ID の場合は、パスワードを入力しなければならないので、ID で入る場合は、パスワード、これを必要とします。